した時あったでしょ、ありましたね、8月10日8月かな、はいはいはい、あれ以来で言えばまあ2回目ですね、2013年の真下米に関する、まあ、でしかし今日はもう前夜祭でいよいよね、また来ましたね、光栄がね、去年の確か前夜祭はもうね、ちょっと壊れちゃいました、なくなっちゃいましたけど、浅草中英でね、やりましたね、はい、はい、今もう後ろに聞こえておりますけれども、うん、もうきっとうまくいくがもう始まって、はい、こちら側の浅草公会堂の廊下の方に来てるんですけど、そうですね、こっち側の向こうが会場のね、会場では今が始まったところ、はい、しかもマサラシステムというですね、歌って踊ってブーイングしてクラッカー鳴らしていいっていうまあ喜怒哀楽を全部、思いっきり出しなさいよみたいな そんな回ですよね、ノリは。今日はインド大使館からですね、はい、書記官も来ていただきまして、はい、もう頭で考えずにハートで映画を見てくださいと、いう素晴らしいメッセージ、まあ、インド映画本当それに尽きるとは思いますけどね、もうここのつながりはあ、だから私たちはこのインドに参加しているわけなのですね、はい、オープニングは私たちも参加いたしまして、インドダンサーたちと一緒に、まあ、登場したわけなんですけど、さてということで今日はじゃあサクッとこの今回の下米のプログラムについてまたざっくりこうね、ざっくりと、行ってきましょうか。もうディレクター大場翔太と、そして総合プロデューサーの伊藤聖子さんだ、お送りしたいと思っております、はい、よろしくお願いいたします。はい、まず今日はこういうふうに前夜祭ありまして、はい、うん、でもうみんなが期待してるのがもうひしひし伝わりましたね。なんかこういつ早くどこで弾けていいの、うん、っていうのがすごく感じましたよね。感じました。オープニングのね、始まるまでアバンのところからね、うん、で、まあ、今日も今始まってますけど、うん、30分ぐらいは本当に長いこのストーリーの振りなんで、そうです、今ね状況説明をしてるとこですね、うん、なぜこの人がランチョウという主人公を追いかけることになったかっていうね、その状況説明中でございますが、後からじわじわ聞いてくる振りがもういっぱいあるんですけど、うん、まだだからみんな騒げないじゃん、そうどこどこっていう今溜めてのとこですよ。そういうとこですね、で今日これが終わりまして、うん、明日は、どうなります。明日がまずレッドカーペットからいきますよ、もうこの我々の前が浅草オレンジ通りっていうところなんですけども、はい、そこにレッドカーペットを引く、これねこれ大丈夫かな、大丈夫かな、これねガムテで止めてるだけなんでね、後ろなかなかね、うん、ちょっと弱い感じが、ね、ちょっと心配だけど、まあいいや、そうまずレッドカーペットが1時から、はい、1時から、14時ちょっと過ぎぐらいまで、うん、行います。伊藤さんこれさ、はい、本当に毎年言ってるんですけど、はい、今台風が発生したらしいんですけど、僕も心配で天気予報を見たら、どうなんだったら日曜日からっていうことで、明日は大丈夫、明日は大丈夫なんです。本当に6回やってて、雨降ったことないですよね、このオープニング。すごいっすよ、奇跡的なことでね。ねえ、まあ、台風ももちろん心配なんですけども、うん、レッドカーペットの時はもう明日は基本晴れてると、ね、いうことなんで、ぜひお越しいただきたいと。そうレッドカーペットはただでね、外でやるんで、オープンスペースでやるんで、もうどなたでもご参加できますということでね、はい、国村淳さん、淳さんとか、ね、はい、岩井島子さんも来ますし、岩井島子さんちょっと若干こう一物の不安があるんですけどね、僕はね、もう危険かもしれない、危険ですよと話を始めたらね、水道橋博士も来てくれますし、ね、そうなんですよね、そしてなんとハリウッドからはジョナサン・レビン監督が、はい、イケメン監督ですけど、イケメン監督今、アメリカとかで一番注目されてますね、来てくれます、はい、その他にもたくさん のゲストの方々、素晴らしい方々来ていただいて、歩いてポカスカジャンいつもの通りね、はい、来てくれますしね、浅草仁太もいつものように演奏して、もうこの、下町でウェルカムの曲をやってくれます、はい、でこれが終わりますと、まずは越坂シアターだね、越坂シアターが最初ですね、うん、台東区のフィルムコミッションの支援作品でもある、うん、元昔30代以上は懐かしいファミコンのゲームの映画化、熱血紅白、国尾くん、イケメン俳優、イケメン俳優たちが国尾くんとその一派になってですね、暴れまくるというですね、そういう作品が越坂シアター、はい、その途中で今度はこの浅草公会堂でオープニング上映で特別招待作品、はい、そのシオン監督の地獄でなぜ悪いと、すごいね作品ですよ、これはこれはねもう泣かされ、あ落ちた、すごい作品だよ、いいでしょ、いいか、泣かされましたしね、もう、なんてフィクションって素晴らしいんだとね、本当に素晴らしいこれは作品だと思います、ね、だからすごくなんだろう、映画愛にもう
溢れすぎちゃってる作品なんですよね。本当だね、うん、映画が好きでなぜ悪いみたいな、うん、もう本当そういうところをストレートにド直球で投げてくる作品なので、うんうん、かなりこう熱量が高いですよね、そうなんですよね、これはね。完売すぐ完売しちゃったんですけど、うん、当日券は出るのかねこれ。当日券で地獄でなぜ悪い多少出るんだよね。出るよね。当日券オープニングは地獄でなぜ悪い出ます。あ、出るってことなんで、何時頃から並んで出るの。12時発売なんで、うん、当日券でもどうしても見たいという方はぜひ並んでいただきたい。それに値する、うん、そうですね、映画です。これは本当に今言ったみたいな、僕なんかは言うとその詩音版風立ちぬみたいな映画だと思う。あれ宮崎駿この前ね引退宣言しましたけど、あれも何を描いてるかっていうと、俺は飛行機がただ好きなだけだっていうことをずーっと言ってるじゃないですか。堀越二郎というキャラ、あれと僕は地獄でなぜ悪いはすごく似てるなと。映画大好きだだけなんだ、うん、だから分からない人には分からなくてもいい、ただ俺は好きだっていう。分かる人は分かるだろう。そうそうそう、もうそういう作品なのでね、本当僕風立ちぬに非常にこう、なんだろう、メッセージが似てるなと思いましたね。なるほど、だからもうもちろんすでに券を買ってきてくださる方々も期待はもう高まってるでしょうけど、うん、ぜひ当日でも見たいという方お待ちしております。そうですね、そしてそれが終わりかけている頃一方その頃18時から越高シアターでリリコが来てくれて、ね、はい、そうですね、まあ、去年からいろいろとこうリリコもね、うん、この映画祭面白いからなんかやりたいよって言ってくれてね、ほとんどメンバーになってるからね。そうですね、はい、うん、スウェーデンコメ、まあ、彼女はスウェーデン生まれスウェーデン育ちなんですけども、うん、スウェーデンのコメディがあまりにもこう日本でこう紹介されなさすぎてると、うんうん、いう話をこう立石でみんなで飲んでるとき、そうそう、立石美味しいとこですよ、行ってくださいね、立石美味しい、街でまさに、ま、後でまた説明しますけど、ワールゼンエンドの、ね、状態で飲む、もう点々と飲み歩き、飲んでは次、その時に、まあ、リリコが約束してくれて、うん、今回、まあ、クリスマスイブに、まあ、起こる大騒動みたいなね、いくつかの家族、まあ、やっぱりこれを家族環境がですね、いろいろなんだなっていうことを、本当に北欧はね、やっぱり性的にも解放が進んでるから、そうなんですよね、ゲイの問題も出てくるし、うん、連れ子の問題も出てくるし、連れ子の問題も出てきてね、フリーセックス的な問題も出てくるしっていう、うん、すごく複雑なんだけどコメディで見せる、コメディで、本当にこれ見たときにやっぱり我々日本に住んでると、うん、ちょっとこうへーと思いますよね。北欧の家庭のクリスマスってなんでこんなオープンで、うん、で洗いざらいこう、うん、話して、でもクリスマスなんだからみたいな、ね、これはすごいなと思いましたね。だからそういう意味でカルチャーショックみたいなのを非常に与えてくれて、でいて面白いという、うん、僕はこれやっぱり、ね、脚本が相当整理されてると思いました。確かに、ね、複雑な人間関係なんですよ、はい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 、だけどそれを描いちゃうっていうね、うん、これはリリコの部屋で、はい、ワンドリンク付きで、そうですね、やっております。もうここは飲みながら、もうスウェーデンに行ったような感じで飲みながら、ちょっとリリコからそのスウェーデンの文化って何かっていうのを聞きながら、映画をより一層楽しめるような、紐解き方で上映していきたいなというふうに思ってます。はい。そして、はい、一方その頃、一方その多いんだよね。本当にね。重なってますよ。19時半からは、はい、先ほど申し上げましたジョナサン・レヴィン監督が、まあ、はい、来日しているわけですけど、すでに。うん、彼のその全米トップを取った、はい、ウォームボディーズというナンバーワンですね、初登場ナンバーワンの、まあ、もうゾンビミーツガールっていうな、もうタイトルにした方がいいんじゃないかと思う、イケメンゾンビが、うん、襲ってる途中に、うん、その女の子に恋をしてしまうという、うん、これはまた、そしてラブストーリーの王道に入っていくという、そうなんですよね、面白いですね。ね、ゾンビ映画のジャンルもいろんなものが草、ね、枝分かれして出てきた中で、ね、これもでこんなの出たかっていう、ね、作品です ね, そうだね、
でやっぱりジョナサン・レビーはその前にすごく高い評価された 50-50 っていうがんを告知された青年がどう生きるかっていうのを重くなるテーマをすごくライトタッチでちょっとこうねあのコメディも入れて作った作品が非常に評判が良くてもう次何を撮るのか期待されてた作品がこのウォンボディーズだったもんだからこれなかなかこう皆さんねあの全米の評価もびっくらこいたと次はあんなことをやっといてゾンビみたいなゾンビかっていうそれをあのこれジョナサン・レビン監督によるティーチインって、まあ、要するに観客が質問すると、うん、見終わった後に、ね、見終わった後にこのシーンはどういうふうに撮ったんですか、うん、どういう脚本の意図があるんですか、うんまあ、あらゆることを聞いていいティーチインを、うんまあ、映画祭ならではだよね、うん、そうですねやるので、はい、ぜひもう来ていただいてそうですねもうこれはやっぱりだからね、まあ、ウォンボディーズも公開はね9月下旬からやりますけど、うん、もう本当にここで見て、うんやっぱり監督とともにいろいろと話し合って大事、そこでなんか得るものとかそこからまで広がるものとかあると思うんで、うん、ぜひ僕はねあのここに来て見てほしいなと思いますね、はい、そして翌9月15日、はい、そろそろ台風の余波も来そうなそうここがちょっと心配なところですけどね午前10時半から早いですけど、はいうん、この浅草公会堂で下町コメディ大賞2013という、はい、ねまた来ましたよ短編コンペ12作だっけな12作です ね、はい作品がもう、サポーターたちそれから事務局で、はい選択されたものがありますでこれを当日お客さんと一緒に見て、うん、で、まあ、観客賞もあるし、はい観客の皆さんもあの票を持ってるわけですね、うん、持ってますねで大場さん司会して、はいあとレイラと岡山レイラちゃんと ね一緒にやってやってて、はいで今回の審査員が、佐々木史郎さんという、はい、これはもういろんな映画今日から公開している許されざる者のプロデューサーでもあります、はい、やってる、はい、そのもう名プロデューサーが一人、はい、それから内田健二監督なんと、ね、もう伊藤聖子さんずーっと推している日本監督の一人内田君がねよく審査員してくれるなと思って、ね、珍しいですよね珍しいと内田さんがやるのはねあと監督の映画館も出るでしょ、うん、出ちゃうじゃない、うん、要するに一本一本に関して公表していくから、はい、それやっぱりねすっごく面白いと思う、うん、そしてやっぱり審査員をほとんど受けない三浦淳という三浦さん絶対断るよって言ってたんだけど、うん、言ったら来るとねそれも京都からですよ京都からもう朝多分遅刻しないと思うんだけどしちゃったらごめんなさい、うん翌じゃあ前日すごく飲む仕事をするから飲む仕事って何の仕事なんですかねめちゃめちゃな飲み方する仕事があってそれだからね伊藤さん何時なんだ何時なんだって当日うるさかったですこの間まで、ね、本当に間に合ってほしいですけどですねそして僕の4人が、はい審査員に入りますそうですねでこれは12本のいろんなオリジナル作品を見られますし、うん、それで僕らは投票っていうか、まあ、順位をつけに別室に行きますけど、うん、その間に、キッキとチェリリンというそうそうまたこれがね不思議な映画なんだけどね、見ましたよもう見ましたよもう小林デビちゃんのねデビ監督の、はいデビ監督とそれからこのまさにこの下コメ大賞でそうそうそう入選した方たちがね、いろんなインディーズの監督たちが、まあ、協力したの、タッグを組んでタッグ組んでアベンジャーズそうで伊藤聖子さんも出てますからね僕もあとあるところでポロッと出てますからね仮面を出演的に出てますこれを見ていただいてる間に、まあ、投票とはい、でその間11時越高シアターでは、うん、マダガスカル3あそのねいつもやってるこうファミリー企画ですね子供も見れるやつ、はい、そうですね、はいそして12時45分からは、はい、東京都美術館講堂これ上野ですよザ・スパイダー、まあ、今回コメディ栄誉賞が坂井正明さんなので、はいスパイダーズの大進撃、はいはいだからこれは小林信彦さんが中香原由美彦名義で、うんうんうんギャグ参加してる頃の作品ですから、うん、すごいですよねその頃の作品ですよその頃の作品、うん、大進撃そして街の日街の明かりか、はい、街の明かり、はい森崎東監督ですよこれはロードムービーなんですよこれの時代によくこういうのできたなと思いましたよね本当にねこれは今あっても新しいんじゃないの、うん、っていう青春の子とか貧しさのヒリヒリした感じそう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 
ちょっとそのねヒリヒリ感が非常に出るところではあるんですけど、そこをねちょっと独特のねちょっとユーモアみたいなもので加えてて、うん、すごくこう楽しい作品になってて、うん、もうこんなカップリングではスクリーンで上映できないんじゃないかな今日本で。なかなかそうですね、今学生の頃はよ く, いやよくね見えましたけどね、うん、もうかけれる場所もなくなってきてるのでないと思うんだよね、うん、しかも僕とそれからこの解説佐藤俊明さん、俊明さんねもう毎年、ね、毎年お世話になってますね、佐藤さんと僕でこの間酒井正明さんにロングインタビュー、うん、あそうそう行ってらっしゃと1時間半ぐらい、うん、もう延々笑いの話を酒井さんから聞いて、うん、で酒井さんにそのずっこけの、うん、秘技も見せてもらってずっこけの秘技、もうすごかった。それを30分に一応編集して中で見せます。でも30分でよくまとまりましたね。いやまとめられないわでしょ絶対、うん、泣く泣くですよね。泣く泣くです。もう、ね、すごい面白い内容になってんで、ぜひ見に来ていただきたい。はい、もうぜひここはね多分本当にこの2本で、はい、プリントでちゃんと上映できるとこってそうそうもうなくなってきてると思うんで、ないと思います。すごくこう価値のある上映だと思うんでぜひこの機会を見てほしいんですけども、東京都美術館ってこと、はい、まあ分かりにくかったらホームページアクセス下コメに見てください。はい、で17時半からは、はい、浅草公会堂で、はい、映画秘宝プレゼンツ、はい、映画秘宝祭り、はい、もう毎年恒例ですね。これここからもう大ヒット作品がいっぱい出てる、はい、そうですね、はい、また今年やるのがイギリス映画で、うん、ザ・ワールズ・エンドというエドガー・ライト新作です。待たれました、はい、待たれましたね、はい、そしてあの役者2人もきちんと出て、サイモン・ペックとね、はい、みんなもうこの3人が、うん、あのニック・フロスト、サイモン・ペックで監督含めてこの3人、エドガー・ライトと3人揃うのが本当に久々なんですよね、うんうんうん、間ちょっと宇宙人ポールとか ね、スコット・ペルグルムでも別々で仕事したんで、本当に待たれたタッグの作品ではなってるので、これがまた食えない内容でね、食えない内容だよね、確かにそうですね。まあ、ちょっと中年に差し掛かってきちゃったかなっていう男たちが、うん、学生時代、まあ、若い頃、うん、複数のパブを飲み歩こうと、うん、飲み尽くそうと、うん、して飲み尽くせなかったと、うん、その頃は、うん、もう一回やろうぜと、そう青春カムアゲインだと、そう40超えてからやろうぜとやるわけです、うん、でもその時にその街になぜかとんでもないことが実は起きていると。そうなんですよ。さあこの酔っ払いに世界が救えるかと。ここが面白いんですよ。世界、ね、その酔っ払いが世界を救う羽目になるという、うん、この B 級感あふれるこのストーリーを、うん、こうねすごくこう愛情を持って作ってる、ね、このエドガー・ライト、サイモン・ペック、ニック・フロスト、うん、このタッグは本当にね素晴らしいですよね。まあここはあれここも当日券あんのかな。当日券多少売れますか。秘宝祭り、え秘宝祭りは、うん、あります。何時あ、当日券あんの。そうか12時から発売ですか。じゃあみんな何時、さっきとね同じだったら12時からね、はい、後で言います。即完売しちゃったんですけど、即完ですね。まあ、なんとか潜り込みたい人はまあね、公開はまだ来年春以降なんでね、これがね、そうですね、うん、これは見てほしい、うん、そしてその頃、っていうかその前か、こちらがシアターで14時半、そうだ、ね、ここそうだごめん、ジョン・ウォーターズのジョン・ウォーターズシリアルママ、ツタヤ発掘良品プレゼンツ、はい、シリアルママと、はい、久々に、いや、ジョン・ウォーターズをやる、本当、勇気をたたえるすごいよ、この映画祭は。まあね、うん、ジョン・ウォーターズね、若い人はジョン・ウォーターズたたえる何がと思うでしょうけど、そんな方はすぐツタヤに行って、ピンクラミンゴを見てください。そこを見るとこんな監督映画撮らせていいのって一瞬思うかもしれませんけど、その後いろんな作品を見ると、はい、ジョン・ウォーターズ面白いかもみたいなところになりますよね。超過激な、はい、アバンギャルドな、そうですね、もう公序良俗を起こしまくる、そういうシンボルですよね。そうですね、まさに映画でしかもう表現できないことをずっとやり続けてる監督なんで、その人が女性を主人公にした、まあ、ピンクレミングもある意味女性を、ねうん、あれだけど、え何時何時、15日は浅草公開の9時半から9時半、早い、朝9時半から、朝9時半、ワールズエンドは9時半から、ね、そうですよ、ちょっと台風が気になるところですけど、9時半から売ってるところなんで、頑張ってください、はい、で、まあ、シリアルママが終わります
これね、石川美智香さんが来てくれ、石川美智香さんが来てくれて、ジョン・ウォーターズと交流あんだよね。そうなんです、インタビューを前、シネマ通信っていう映画でね、うん、やってて、その頃の話とかをしてくれるところなんで、はい、で、越高シアターでは、はい、ハリウッドクリーチャーデザイン映画講義と称しまして、はい、片桐さん、まあ、要するにハリウッドに実際に行って、うん、数々のその SF 映画などのクリーチャーを実際作ってる方。そうなんですよ。もう日本から単独行っても向こうでいろんな作品も生まれながら、いろんなものを、パシフィックリムであるとかマンオブスティールであるとか、いろんなものをこう作り上げて第一線で活躍している日本人の方をお招きして、ちょっと講義をしていた。これはね、本当大きなことだと思うよ。いいですよね、こういうのはね。しかも去年やったキャビンっていう、はい、まあ俺ね、伊藤さん大好きですよ、うん、この数年見た映画の中で一番クレバーだ、ね、だって伊藤さん基本的にホラー映画は苦手なんですよ。絶対嫌だ。そんな伊藤さんがキャビンだけは面白いっていう、こんな面白い映画はない、ね、このメタホラー構造のね、うん、この感覚が頭のいい構造をして、まあ、この映画を見ながら、うん、まあ、そのキャビンっていうののクリーチャーも片桐さんやってらっしゃるから、うん、片桐さんのお話を伺いながら、はい、まあ、キャビンを見るという、すごいですよね、面白いですよ。作り手がいる横でこう見ながらその後講義が聞けるっていうね、うん、まあ、ちなみにこの浅草公会堂の他の部屋では、連日片桐さんが、あ、そうそうそう、ね、限られた人数にってもっとディープっていうか、濃い、講義をしていって、実際こういう風に作ったらいいんじゃないかとかいう、うん、まあ、ハリウッドはこういう風にしたらうまくいくのかもしれないとか、いろんなね、お話をしていただけるということで、なのでホームページにアクセスしていただいて事務局に連絡してもらって、まだ席 あるかもしれないんで、まさにここに来て学んだらハリウッド、あなたもハリウッドにデビューするクリーチャーデザイナーになるかもしれないと。ですよね。だから僕なんかやっぱり下米大使をここでやってるんで、うん、ね、その終わった後なんで、うん、ぜひ監督とかスタッフの方、ね、ぜひここに来ていただいた後に、うん、このデザインの、ね、片桐さんと一緒になんか、そうだね、話して何かまたそこで生まれるものが出るといいですよね。それはね、本当そうしたいね。拍手してますよ、今ちょうど今もう始まった All the Well の歌が、まずいよ、これ会場が盛り上がってたよ、なんか鳴ってる、鳴ってる音が聞こえる。そして同じ18時半から、はい、上野の忍ばずの池の水上音楽堂で、はい、声優公演、恒例ですね、恒例でございます、はい、浅間道夫さんとか山寺宏一さんはじめ、はい、もう豪華声優陣が集まりまして、ね、チャップリンの短編映画を流して、そこに実際その場で声を当てていくとこが見れると。そう、これはなかなかね、やっぱりそうそう体験できないことなんでね。いや、目の前で見ると面白いんですよ、またね。で、今回はチャップリンの勇敢という、あとチャップリンの冒険の2本をね、はい、やっていくんですけども、とにかく盛り上がってますね、会場は。いいですよね、新しいステム。もう多分この歌覚えてる人、オールズウェル覚えてる人が歌ってるんでしょうね、みんなね。もう始まりました、温まりましたよ、会場は。温まってますね。さあ、じゃあ我々は最終日、はい、16日台風直撃の日ですね。はい、これが本当心配ですけども、はい、まず朝の10時半からは東京都美術館講堂で、はい、I Do ビドビドっていう、フィリピン映画、フィリピン映画のミュージカル、まあ、まさに今流れてきっとうまくいくみたいな、うん、ミュージカルをもっともっと積み込んでマンマミーアみたいな映画にしたフィリピン映画ですね。とにかくね、もう行ってみたらね、毒にも薬にもならないみたいな。いや、だから毒にも薬にも今成長期なんだろうなっていう、うんうんうん、高度成長期に入りつつあって、うん、もちろん貧富の差の問題もあるけど、うん、なんか明日はもっと良くなるんじゃないかって思えた時代の、うん、で日本でもこうやっぱり毒にも薬にもならないミュージカルっていっぱい作られたわけですよ。なんか昭和40年代とか多分50どうだろうな、そのぐらいの感じをやっぱりやってんだなってい こう逆のこう、ああいいなって思える。そうですね、僕なんかだからインド映画とかもね、仕事でもやってますけど、うん、そのインド映画の初期の頃のなんかこう熱量を感じますね、うん、これフィリピンに。なるほどね。とにかく楽しいことをしたいっていう、うん、まあいろんな雑な部分もあるんだけど、うん、そのエネルギーだけは非常に高くて、うん、なんか作っていくっていう姿勢がこの映画にはよく出てるなと思ったんで、うん、まさに。なんかそういう意味では本当この後フィリピン映画も ね、すごくこう上がっていくような気がしますよね、うん。どうしてもフィリピン映画から目が離せないです僕は。そうですね、フィリピンもカラオケ大好き大国ですから ね、ここね、まあ、音楽は的にはね、上手ですから、うん。そして、それが終わって東京都美術館講堂で今度13時半からは、はい、うん、ロストインタイランドっていう中国映画、はい、今年正月で爆当たりした中国映画歴代1位になっちゃった、すごいね、映画ですよこれ。低予算映画だったんですよ、うん、だから
夢があるよね。夢がありますね。こういう形でも、うん、もう歴代1位取れちゃうという、そうだね、やっぱりそのチャイニーズドリームというんですか ね、 そういうの非常に感じさせる、ね、非常に本当にこれも先ほど伊藤さんが他の作品に言ったみたいに本当にシナリオの構成が非常によくできている作品で、まあ、ロードムービーになってて、まあ、タイに、まあ、ある人が行って、うん、みたいな感じの、まあ、旅というか点々と移動して、そうですね、旅をしながらそこで追いつ追われつ、はい、で友情があり家族不和問題をそこで考え直して、うん、めでたしめでたしというですね、うん、非常にこう映画らしいエモーションが繰り広げられますね。これはね、よくできたね、はい、インディー映画なんですよ、はい、僕ねこれやっぱりこれもねちょっとたくさんして見てほしいと思うですね。だから僕もこれまで配給ね決まってないんですけども、うんうん、まあ本当にキットマケクの時みたいに、うん、ぜひこういうとこからね、うん、発信して日本でもね公開できるような、これのフォアンボーっていう、うん、あ出てる方よね、あのね、はい、役者がいい、悟空さ、はいはいはい、はい、あの人の悟空、中国で大ヒットしたチャウシンチの三遊コーマ編の、ね、三遊コーマ編の、はい、孫悟空の役を彼がやっていて、うん、そうですよね、まあ、その人が出てるんですけど、うん、まあ怪演俳優ですよ、すごいですよね振り幅がね、あの方は面白いね、うん、あの役者はすごく面白い、うん、であれでしょ、101回目のプロポーズ、プロポーズも中国編の主演も、はい、今度公開してますけど、コアンさんでしょ、はい、まあその日本側のプロデューサーの、方にこのゲストに入っていただいて、そうですね、その、まあ、その役者の魅力とか中国映画についていろいろね、うん、語っていただこうかなと思ってますけどね、うん、さて、星中シアターがありますよ、うん、その前に、ね、15時に、あその前11時 の、 このヨーロッパ企画、あそうかヨーロッパ企画組んだ、そうそうそう11時から、うん、11時から京都発ショートコメディ映画祭りつって、はい、ワンドリンク付きですけど、うん、まあ、ヨーロッパ企画のもう主要メンバーはもう全員来ます、ドーンと来るんですよ、上田は誠君を中心として、はい、でそこになんと今日のことみさんもゲストで来ちゃうと、今日のことみさんはヨーロッパ企画じゃないんですけどね、全然ないですよね、うん、それはなんかこうなんで何の絡みかももうノリでしょノリなんだ、面白そうノリなんですかやはり、彼らはずっとショートコメディ映画祭やってて、うん、まあ 僕も何回か審査員に行ってるんですよ、うん、はいはい、元弘監督も行ってる、うん、でその中でその自分たちがコメディ寄りだと思う名作を持ってきてくれて、はい、それをここで競い合う、すごいですね、だからいわゆる、まあ、我々がこう今やってる、うん、コンペと、うん、コメディコンペのものとまた別の形でここでもやるってことですよね、そうそう、ハンプロによる、すごいですよ、それをやる、すごいですよ、これはね贅沢な企画な、贅沢な企画ですよね、これしかもすごい安いんじゃないかな、これ1500円の前売りの1800円です、うん、当日が、それで短編を10本ぐらいは見れるし、うん、あすごいですよね、すごいね、お得、お得ですよ、でワンドリンク付きです、ね、そうで彼らのトークも、うん、うん、はい、どうもよろしくお願いします、片桐さん、片桐さんよろしく、どうもいいですか、今ユーストなんですけど、今ユーストリームやってるんですけど、いいですか、もしよければ紹介がてら、はい、フロムハリウッド、はい、フロムハリウッドから片桐さんです、どうもじゃあご挨拶してもらえますか、すいませんね急に、何を言えばやるよって、あいつでしたか、日曜日、あさって、はい、日曜日ですね、に何でした、ハリウッドクリーチャーデザイン映画講義として、はい、はい、よろしくお願いします。今日面白い話を、まあ、しようと思うんで、興味ある人はどんどん来てください。はい、お願いします。はい、すごいね、僕ね、これはね、やっぱり目玉企画だと思ってるんですよ。ですか、実際にそのハリウッドでクリーチャーやってる方がですよ、実際若い子たちと一緒にこう話してくれるっていうのは、うん、やっぱり映画祭ならではのやっぱりことじゃないですか。だからもう片桐さんこんなことしてくださって本当に、ね、いや本当にね、ちょっといろいろバタバタしました。ありがとうございます。無事に。ちなみにいつ日本にお戻りになられたんですか、昨日の夜中に、昨日の夜中か、寝不足ですよね今回滞在どのくらいいらっしゃるんですか、9月いっぱいまで、あ9月いっぱいまで、ああそうですか、セミナーが結構あって、なるほどなるほど、また教室の中でいろいろと講義も、そうですね、ねえ、いや本当にね、もういろいろと先ほどもちょっと伊藤さんとね、だからまあ今言ったみたいに、この本当講義はね本当に大事な
形なので、もうぜひ来年も含めてやっていきたいななんていうのをね、実際ちょっと言ってたんですけどね。ネタをちょっと仕込んだからだから片桐さんがまた人が人を呼んでいろんな方を連れてきていただいてね。ちなみに片桐さんはどなたに重視してこうメイクとかやられてたんでしたっけ。一番最初はスクリーミングマットジョージさん、ああねえ、23年前、23年前ですかね、はいはい、まあ、月日の経つのも早いもんですよね昔マットジョージさんの店、あのデザインの店が六本木にあったりとかしましたよね、もうないですけどね、さすがに懐かしいですよね。93年4年ぐらいですね。そうですね、あで、マットジョージさんの後に、まあ、どんなか別の方にもいろいろとついて、誰につくっていうか、まあ、ジョージさん自身にもあんまり教わったことはないんですけど。あ、そうなんですか。まあ、基本的にこの業界自体がフリーなんで、僕もずっとフリーで、だからあちこちそのプロジェクトごとに移動したりしてるんで、まあ、そうですね、独学ですよね、この腕の方は強いですよね。フリーランスですもんね。英語とかも前からやられてたんですか。まあ、高校の時にもうアメリカ行くって決めてたんで、一応もう英会話学校、高2の終わりぐらいですかね。あ、そうですか。ある程度の基本的なところの日常会話はできるようにして、基本的なあれですけど、いやでも絶対ね、でも絶対大変ですよ、向こう行ったら。そうですよ、こんなもんと戦わなきゃなんでしょう。大変だった後にこうなるっていうね。ドリーム。まあでも好きでやってきたことなんで。もう今ぶっちゃけ生活は安定しましたか。生活は、まあ、安定してるとは安定してますけどね。ああ、よかったですね、まあとりあえず永遠には続かないですからね、そんな。まあフリーの場合はねそれが大事です。そう、そうですよ。だからまあ例えばもう対策映画でも、まあ、この何回、3回、4回、5回仕事があるって言われても、ぷっつり行ったその日にキャンセルになったとか、そういうことがあると思いますよね。なるほどね。スパイダーマン4とかあったんですけども、でそれ最初まあデザインとかいろいろやってて、で、まあ、ある日金曜日に行ったらもうその日でおしまいになりました。それはトビー・マグワイア版のスパイダーマンのフォート4をやるぞ、始まったんですよ、始まったぞ、始まったんですよ。で敵役 の, その造形とかしてたんですけど、なくなりました。なくなった。面白い話。すごいですね。そういうのってなんかそういうメイクとかクリーチャー作る人のなんか組合みたいなのはないんですか。いや、それはないです。ないんですか。あ、そういうのはないんだ。基本的にないですね。じゃあやっぱりのぶし集団なんだね。そうね、そんな感じですよね。片桐さん、ぜひはい、休んでいただいて。そうですね、もうぜひ15日はバッチリこういい形でいきたいなと思いますんで。面白い映画ですもんね。ホラー好きにはちょっと、ね、たまらない映画ですね。そう、もう伊藤聖子さんも基本ホラーは苦手なんですけど、ダメなのに、あ、こんな面白い構造のコメディですからね。コメディの、しかもまあクレバーな、ね、素晴らしい映画ですよね。作る側からもまあ何ですかね、楽しい。こんなにやっていいのみたいな、そんな感じでしたね。めちゃくちゃない、最後もすごいですもんね。そうそう、振り切り方がね、楽しいですよね。気持ちいい感じでしたもんね。まあ、その辺の話を。はい、ぜひぜひ。はい、片桐さん、ありがとうございました。すいません、急に、突然ね。はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ということで、片桐さん、片桐さんね、ちょっと、挨拶していきたいなと思ったら、こんなとこまで言われちゃいましたみたいなね、喋られましたみたいな。そうか、4があったのか。いろいろあるんですよ、向こうって。あってはすぐ滑れちゃうんですよ。なるほどね。本当に。ファイナンスの問題とかいろんなところで止まっちゃうんですよ、向こうは。それで、まあ、我々の、ロストイン・タイランドと、あとヨーロッパ企画のショート映画祭りが終わって、終わって、越高シアターで15時から、DVD& ブルーデータと一緒に組みまして、はい、去年からはね、本格的にやってますけど。DVD スルーになっちゃってるものを、はいはい、一本スクリーンにかけようと、いうことで、はい、今年は伝説のロックスター再生計画。これ面白いんですよ。2010年なんで公開しないんだろうと思いますけどね、僕は。なかなかコメディーのそのハードルが高くて、スクリーンにかけてくれないと、ね、それを僕らがこの下コメで毎年毎年コメディーをスマッシュヒットさせることで、だんだん映画界が変わってきて。そうなんですよね。
きっとうまくいくだってそうだし、そうです、もともとはそういうとこから始まってますからね、我々ね。そうです、その未公開をなかなか なるべくなくして、そう、多くの方に見てもらうことから始めようみたいなね。やっぱり映画は映画館で見てこそでしょっていうね。そう、みんなで一緒にそれを笑ったり拍手したりとかしながら勉強する場を作って、うん、そうです、みんながこうね、あの成長するもんじゃないのっていう、お客さんも含めてっていう。ぜひこういう B 級コメディ好き来てほしいです ね、ぜひぜひね。この時あの名越さんが、あ、そうそう、ええ、あの精神精神精神分析のね、はい、名越さんも来ていただきますので、来てくれて、はい、これについて語ってくれるっていう、やっぱ贅沢な企画になっておりますんで、はい、そうなんですよ、ぜひよろしくお願いします、そして東京都美術館講堂では16時半から、はい、フィルス、これがもうすぐ完売です。これね、すごいですよ。これはさっきジョン・ウォーターズの話しましたが、はいはい、この今回の下コメの上映作品の中でもかなり異色な作品の上映になるんじゃないですかね。過激な作品になりますよね。はい、そうですね、トレインスポッティングの原作の方の先を映画化するわけですけども、はいはい、まあとにかくその主演 のジェームズ・マカボイっていう方がね、はい、まあ、悪徳警官とかやってるんですけども、うん、このジェームズ・マカボイ、まあ、最近だと X-Men とか出てるんですけども、うん、このジェームズ・マカボイの悪徳ぶりが非常に面白いんですね、うん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 、単に悪徳なだけじゃなくて、そこにウィットなこうブラックなコメディがあったり、ちょっとさすがイギリスっぽい感じのところができてて、かなりこう大人が楽しめる映画、ブラックコメディな感じですかね。ということはさっきの原則で言うと当日券が出るってことですね。そうですね、これも、朝から当日券が出ると思うので、ぜひ、もうチケットないやった人も、当日券出るということで頑張ってチャンスあります、見に来ていただければと思います。さて、実はまあ14時半からすでに浅草公会堂ではその一方、そうなんです、クロージングセレモニー&イベント、はい、堺正明リスペクトライブと、今までは屋外だったので今年は屋内、屋内にある、はい、ちょうど雨がざんざんの時でしょ。だある意味これ台風直撃とベストな感じですよね、まあ、なんとか頑張れる、そうですよね、水上音楽堂だったらちょっと厳しかったですよね、いやちょっと、ね、危ないですよね、これはいろんなバンドがですね出て、はい、まあ、最終的には堺正明さんが出て、うん、一曲歌ってくださいます、しかもすごい、ね、バンド演奏の前でっていうことなんで、これはもう目に焼き付けたいね、焼き付けたい、これは素晴らしい、まさに伝説的なライブにこれなるでしょう。毎年毎年ほらドリフの時もそうですし、伝説的なことをね、はい、このそうね、クロージングライブではね、リスペクトライブでは広げてるんでね、今日そのドリフの時は加藤茶さんと中本浩二さんと高木ブーさんが出てくれて、みんなでまあドリフの曲をね歌い踊って、でも袖に入る時に中本さんが側転をしたっていうね、もう目に焼き付きます、もう僕もねその世代ですからね、ちょっとねやばかったですよあれは、側転するかって、今回は酒井さんもきっとっていうか、まあ、お会いしてこの話をした時も すごくこう、ノリノリでいてくれたんで、あ、本当ですか、素晴らしいライブがあると思います。いやもう期待したいですねこれはね、はい、そして、18時から、はい、そのシノバーズの池水上音楽堂も台風の時どうなっちゃうんだと、これちょっと心配ですけどね、この上映がね、下手すると中止になっちゃうんじゃないかと思うぐらい心配な状態ですけど、ここに、マッキーという、はい、まあ、今やっているね、インド映画のもう一本のインド映画始まり、インド映画で終わる と,、はい、終わるという、インド映画100周年の今年、はい、ハエが主人公、そうなんです、これがね、ちゃです、普通多分先ほど片桐さんの話だけど、ハリウッドだったら絶対こんな企画通りませんよ、通らないね、インドだから、さっきの初期間も言ったけど、インドだから通るんですよ、面白い、やってみよう、ねね、ハエが主人公、ハエが彼女を救う、マッキーのなんか来た、ね、これですよ、マッキー、こんなキラキラしたキラキラハエをキラキラすりゃいいもんでもないんだけどね、何なんだろうっていう、ね、このハエがどうやって戦うねんっていう、このハエが、始まって30分か40分で出てきますけども、うん、そっから先2時間ぐらい、うん、ずっとこのハエが主人公だから、そう、このハエ1匹が巨大な悪の組織をぶっ潰していきますから、うん、なわけねえだろっていう、ね、そう、無理だろうみたいな、うん、どう考えても無理だろうって、やっちゃう、叩かれて終わりだろうとか、ね、やっちゃうんだよね、やっちゃうんだよね、あ、でまあこれはあの、まあ、あのホームページ行っていただけば分かるんですけど、これマッキー の, 決まりのダンスが、そう、
あんだよね。そう、あります。で、結構難しいんだよ、みんなで踊ろう。あれ見たけど意外とね、意外と結構複雑ですよね。複雑だよ。マッキーマッキーマッキーってあの踊りはね、それを覚えてもらって、はい、その場面でみんなで踊りながら見ようと、うん、まあ今日がランチ期だとすれば、それはある程度統制の取れた、うん、もうしっかりね踊りをやっていただいて、うん、まあ終わりと、はい、でさっき言ったその坂井正明さんリスペクトライブの終わりに、うん、台東区長にも来ていただいて、はいはい、議長にも来ていただいて、はい、で、今年の締めの挨拶を皆さんにして、そうですね、でさよなら、さよなら、あ、その前に坂井正明さんに栄誉賞、ね、栄誉賞を差し上げて、ね、はいはい、でさよなら、さよならと、さよならって言ってるけど上野ではマッキーやってる。俺は面白いじゃん。そうだから、さよならって言った後に我々はマッキーが台風で中止になってなければ、はい、我々もこう行って、うん、そこでもう一回皆さん、お、ね、マッキー見た人ありがとう、さよならっていうね、よくしてくれました、また来年もねよろしくねっていうっていう感じができるといいなと思いますけどね。で、いくつかの、はい、この今言っている 1,2,3,4 日間のポイントポイントでこういうふうにユーストをしようと思ってます、うん、少なくともリスペクトライブは全部ユーストします。これすごいよね。レコード、録画にはなりません、うん、だもうその場でライブでもずっとここに来れなかった人はそこで見るのみですよね。そこでもう14時半から張り付いて見てもらって、楽しんでいただきたい、はい、もう途中何かが起こるかもしれないからね。わからないですからね、ライブですから、うん、で他のところもたびたびトークの部分をユーストしたいと思ってるんで、はい、ぜひ見ていただいて、まあ、ご意見も書いていただきたい。こんなの来ました。ほら、坂井正明リスペクトライブに来てくださった方にはこの堂島康平オリジナル、の絵を彼が描きました、ね、これやっぱり来てくれた人になんか一個統一したものをあげた方がいいんじゃないかって言ったら、もうすぐスタッフが作ってくれて、ね、いいよねこれは。ドリフの時はちっちゃい黒い紙のテープを配ってね、ヒゲみたいね、ここにヒゲにつけろっつってね、そう全員カトちゃんみたいになって、うん、見たんですけど、今年はこういうバッジをつけてもらって、うん、そうですね、つけていただいてこうみんな参加しましょう、参加してもらうですね、いうことになってます、はい、上野浅草にはそのパンダバスが無料で巡回しますんで、はい、上野地区浅草地区、それぞれを行き来して、この下込め第6回を楽しんでもらいたい。そうですね、本当ね、パンダバスで意外と知らない人まだ多いんで、そうなんですよ、これね本当お得で可愛いんでぜひ乗ってほしいですね、無料なんだし、公会堂前を10時11時だから正時だね、ほぼ12時14時15時16時発なんですよ、はいはい、でそうするとまあ上野に20分ぐらいで着きますんで、ね、はいはい、で例えば公会堂前10時に出ると東京都美術館前を10時25分、うん、はい、ね、来ましたね、はい、水上音楽堂前10時35分、うん、まあだいたい40分ぐらい見れば、うん、連絡して移動できますんで、ね、ぜひこういうものもね活用していただいて、こう台東区下町の良さをですね、面白いです、パンダバスに乗ってぜひ見ていただいて、気になった店には入っていただいて、そう、入っていただいて、ね、いっぱいやっていただく、いっぱいやっていただきたいな、ご飯食べていただくっていうことになります。おいしいとこあります本当に、はい、僕はもうモバさんもしょっちゅうこの辺会期中は上野と浅草歩いてる、うん、行き来してるからね、歩いてね、はい、あったら声かけてくれれば、はい、これからこの映画やるからおすすめですよとか、そうそう、この辺でご飯食べたい、あ、じゃあそこありますよとか教えますから、うん、ぜひぜひ、もう本当にこのね、今日から始まりますが16日まで、うん、もう台東区でもう本当にいろんなことを知って、美味しいとこを発見して、はい、美味しい面白い映画も発見して、そうです、なんかこう楽しんで終わっていただけるといいなと思いますよね。そう思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでユースト放送局は、今日はここで終了したいと思いますので、はい、また明日、レッドカーペットオープニングですよ、オープニングですよ、はい、12時半ぐらいから、12時40分4、50分ぐらいから多分から、ね、オンエアするんじゃないかな、うんうんうん、ぜひ中継見てください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ明日からよろしくです。